おはようございます。12月13日速稼塾の久保でございます。まあ本来ならライブ放送のネタをですねこちらの方に、貼り付ける予定だったんですけども、ちょっとライブ放送ができるかどうか分かりませんのでね、だいたいライブっていうのは5時半ぐらいから始めるんですけども、今3時半でございます。今のうちにこの録画をストックさせておいていただきます。はい、じゃあ前置きはこのぐらいにしましてですね、この1年どのように自分を育てることができたか、ちょっと振り返る時期に入ったと思います。くれぐれもですね気をつけていただきたいのは、クリスマスっていうのがありますよね。クリスマスに遊んじゃったりとかね、忘年会とかね、年末年始わーっと先かっくらっちゃったりしたら絶対儲かんないですよ。そんなことは絶対しちゃいけません。動画概要欄につけておきますけども、2013年の話ですが、クリスマスに私もねセールスしてるわけなんですよ。というのが、私2013年の6月14日からこの情報業界でインターネットビジネスを始めたわけですよね。アフィリエイト、それからというものを今の今までずっと何かを楽しむんではなくて、どちらかというと楽しませる側に徹してですね、そのために商品を販売したりとかね、皆さんからの、いろんな相談事を受けてそこに問題解決を提案したりとか、とにかく集客、商品作り、セールス、この繰り返しで9年間やってまいりました。で、未だにですねこういった時期にはですねポイントポイントでセールスをしてるわけなんですよ。当然クリスマスにもセールスをしますし、今年忘年会もやりますけども、忘年会でもセールスをします。年末年始もセールスします。じゃないとビジネスマンじゃないですよ。こういう時にね、いっぱいわーっと遊んじゃったら、で普段売れてるんならいいですけども、普段売れてるんならいいんですけども、普段売れてない人に限ってなぜか忘年会だけは一生懸命やったりとかね、クリスマスばっかりは一生懸命やったりとかね、年末年始一生懸命楽しんじゃったりするわけですよ。でそれでいいんならいいんですけども、だって稼ぐために今こうやって動画をご覧になってるわけでしょ。稼ぐために場合によっては速稼塾入ったりとか、なんかね情報をインターネットで探してるわけでしょ。でもいつの間にか YouTube を見たりライブにあちこち行ってみたりとかね、そういうふうに参加することがなんか意義があるみたいになっちゃってませんか。稼がないとダメですよ本当にね。まあですんでね、稼げてないとしたらこの1年本当何をやってきたんだろうかと思わなくてはいけません。特にもう年齢も年齢だと思いますんで、ぼーっと過ごしていたらね結局同じですからね。はい、じゃあこのぐらいでね、どういうふうに1年間を振り返っていくのかちょっと見ていただきたいんですけども、今年1年どうですかね。勉強してきましたね。本棚に何冊ぐらい本が増えました。やっぱり成功者の本棚ってのはね、いっぱい本があるわけですよ。本をたくさん買う、そういうふうなね、買うっていうふうな動機になってるかどうかっていうのがポイントなんですよ。もちろんブログを読んだりいろんな PDF ファイルから情報収集することもあると思いますけども、でもそれでもね本なんですよ。それでも本を買い続けることになります。で補助的なものとしてインターネットなんですよね。だから本を買える人と買えない人っていうのは大きく分かれてきますからね。もし本が、今年100冊も買えてないとしたら100万円も儲かってないんじゃないですかね。そういう風になってくるんじゃないかなと思いますよね。もちろんねネットからの情報収集も大事なんですけども、本から情報収集できない人はネットからも大して情報収集できないというのが私の考えです、ね。今忙しいからとかね、来年から取り組もうと思ってるんだけどなっていう風に言っちゃうでしょ。だからそういう風なことを言う人はね、今までもそうだったしこれからもそうなんじゃないかなと思います。ずっと忙しいとかね、もういつでも来年からやろうみたいな感じなんじゃないですかね。こうなってくるともう手遅れかもしれないです。他のことを後回しにして今日から自分の人生に大切なことをスタートするっていうね、その気持ちを日々持ち続けなければならないんですよ。明日に先延ばしできるほど余裕はないと思うんですけどね。はい、じゃあここで一つねキーワードを皆さんにお届けします。計画は永遠に生きるつもりで組んでください。でも行動は今日が人生最後の一日だと思ってやってみてください。いかがでしょうか。はい、計画と行動逆になっていませんか、ね。今日一日の計画は立てるけども行動するときは明日があるさみたいな感じで、まるでね無限に生きていられるようなそんな気持ちになってませんか。私たちはせいぜい60までですよ、今ぐらいのペースでできるのは。それから極端に活動ペースは落ちますし、周りの人も自分についてきてくれなくなりますよ。やっぱりねある程度若いとね魅力があるんですけども、年を取って中身がないと本当にねどんな人でも通り過ぎていきますんで、用心してください。
まあ、集客もかなり不利になると思いますんでね。で、ここからが一つねメモに起こしてほしいところだと思うんですけども、まずこの1年ねどんなことを勉強してきましたってことですよね。どんなことを勉強してきました。お金についてどのぐらい勉強してきました。恋愛についてどのぐらい勉強してきました。仕事についてどのぐらい勉強してきました。そして、健康についてどのぐらい勉強してきたかなと、この4つです。どうでしょうか、はい、そして勉強してきたレベルなんですけども、どのぐらいでしたか。例えばよくある例として、なんとなく恋愛について勉強してきたかなとかね、なんとなくブログ読んできたかな、なんとなく動画を流し聞きしたかなみたいなレベル、これが一つ。もう二つ目は、確かこんなエピソードが今年はあったなっていうふうな、なんかね問題解決をしたエピソードがちょっと思い出せるレベルで何個かありますよっていうふうなことですよね。で三つ目、まあ更新いまいちやってないんだけども、YouTube をやってきました、アウトプットできてますよっていう方ね、こういう勉強してきたレベルっていうのもあるでしょう。4つ目、収入にはなっていないけどもこういう活動を始めましたというふうに具体的に言える方ね。以上4つの例でどっか当てはまりました。で明確にこの4つにレベルをつけるとしたら、第1レベルがなんとなくやってきたレベルね、これが自己満足、単なるビジネスとかでは何でもないです、自己満足です。第2レベル、アウトプットしてきたレベルですね。だからとりあえずブログ書いた、文字にしたとかね、動画として残してきましたよみたいな、とりあえずレベルですよね。やらないよりマシっていうレベルですけども、まあはっきり言ってやってないのと同じです、はい、第3レベルです。自分のアウトプットから誰かが学んでいるレベル、つまり読者や視聴者さんがいるっていうレベルです。自分のアウトプットによって誰かが学んでくれたりとかね、なんかもっと教えてくださいって言ったり、個人的な関係を求めて来られましたかね。どうでしょうか。ちょっと見込みがあります、ここまで来ると。でもまだまだビジネスには程遠いですね。じゃあ第4レベルがビジネスです。自分のアウトプットがお金に変わっているレベル、ここまで来ればきっとあなたはこの動画をここまで見ていないと思います。でね、1年を振り返って今お話した4つのレベルの中で第4レベルだけが合格です。自己育成に成功したと言えるでしょう、ね、じゃあ最後、今回の動画のまとめですけども、儲ける人ってのはどんな人か、どんな問題解決ができたか、自分貢献レベルなのか、誰の問題解決をしてきたか、他者貢献レベルなのかです。そして他者の問題解決したけどもお金になってないとしたら、セールスが下手なんですよ。セールスを重点的にやっていきましょうということになります。それじゃあ本日は以上です。